どうも、大輔ゴルフです。お願いします。お願いします。はい、前回続き2ホール。対決の最終回かな。最終回。はい。現在1アンダー。1アンダー。1オーバー。1オーバー。2打差。2打差か。ドラマ生まれるかな。ドラマ生みたいな。うん、ちょっと生んでください。じゃあ早速やっていきましょうか。はい。はい。今回はね、センチュリー、ミキさん。ミキさん。にお邪魔させてもらってます。はい。いいコース。ありがとうございます。めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗な、はい、ほんまに天気もいいしね、ぜひ皆さん来てください。お願いします。はい、5番ホール、はい、353、うん、で真ん中にでかいバンカーあります。たぶん250ぐらいで入るんですよ、うん、でキャリーで278ぐらいないと越えないんで、うんうんうん、刻みます。刻みユーチリチー。ユーチリチーね。ユーチリチーで左セーフやねんけど、うん、まあ左行きたくないから、まあ右に行きたいから。なるほどね。左立ちます。ちょっと上げてるな。ちょっとね、うん、ナイス。いい球やね。いい球。はい、弟ちゃん。はい。うわ、ドライバー。ドライバー。うわ、左行ったらセーフやから難しいで。左行ったらセーフ？セーフやけど難しいで。とりあえずバンカーは越したいな。そうやね。右狙いよ。270やったっけ？ぐらいいると思う。越します。うふわ。あは。ファー言って。ファー。ちなし？あれセーフなんですよ。そうな？向こう行ってなかったら大ピンチ。大ピンチ。やば。やばいんじゃない？めっちゃ力んだ。飛ばそうと思ったらあかんな。飛ばそうと思ったらあかんよ。左行ったね。左行った。うん。それでは今回も大輔ゴルフの質問コーナー。はい、はい。いつもありがとうございます。本当にありがとうございます。それでは早速やっていきましょうか。はいはい。アイアンのシャフトカーボンですか？理由が知りたいです。カーボンではございません。カーボンじゃないんや。あれはスチールです。プロジェクト X のなんかの種類。詳しくはちょっと一番最初に載せるあの動画あるんで、そこで詳しくは言ってるんですけど、まあもしよかったら見てください。クラブセッティングね。そうそうそう。まあちょっと変わってるから、近々ちょっとやりたいなと思ってるんやけど、クラブセッティングね。うん。ちょっと変わったから。カーボン最近流行ってるけどね。俺は打った感じあんまり好きじゃなかったから。なるほどね。うん。まあスチールにしてるけど、まあ好みですよね。あれも。好みか。そう。だから打ってみて自分で決めてください。プロジェクト X はめっちゃいいよ。グニャンってしなれへんってよく言うね。ああ、なるほどね。うん、なんか、まあ、硬いって言ったらあれやけど、うん、グニャンになったしーへんから、うん、まあ、好きな人好きやと思う。カーボン？スチールね。スチールか。聞いてた話。というわけで、カーボンではございません。カーボンじゃない。はい。見た目でわかるもんな、それって。うん、なんか俺のはなんか、ラベルみたいなのついてるから、ちょっとカーボンっぽくは見える。なるほどね。うん。だからカーボンってよく言われるけど、違います。はい。はい。ちょっと、プレイの進行上、こっちから、いきます。まあ、OB なしにしとったろか。ありがとうございます。すいません。いいよ。だいぶ変わるけどな、ここ。バーディー取ったら話変わってくるな。そうやな。137。137。キー越えやね。キー越えね。普通にやったら超えるよな。いや、超えるとは思うよ。オッケー。ピッチング？ピッチング。ピンは木の向こう。うまいけどね。お、乗ったんじゃない？今日トップ多いね。うん。はい、セカンドやってまいりました。はい。122ヤード。まあ、ピッチングで行こうかな。ピッチングね。うん。で、風はちょいフォローかな。フォローか。うん。からまあ、しっかり距離合わせて行きたいかなと思います。ありがとうございます。で、これも一緒さっきと。ちょっとフェード目で。フェード目ね。うん。ナイスオン。まあまあじゃない。まあまあ、うん、ちゃんとフェードやったな。うん、ちゃんとフェードしたね。まあちょっと怪しかったけど、まあ許しましょう。まあ今のもそれこそ死んじゃないけど、うん、まあああやってね、こう事故しない打ち方、うん、皆さんも練習で覚えてください。確かにな。うん、それ俺のトップやったけどな、大丈夫やったもんな。結果的に乗ってるし、うん、まあ、プロじゃないんやから。そうやな。死に当たらんよ毎回は。死に当たる練習とかを
打ちっぱなしですると。なるほどね。みんな距離ばっか見すぎ、あったら嬉しいけどね。うん、いやでもほんまゴルフって難しいよ。難しいね。なんかいろいろ考えさせられるわ。俺も久々にしたけど思うわ。思うよな。でも久々にやったよな。うん、面白い。いいスポーツです。子供からね、おじいちゃんおばあちゃんまでできるから。確かにな。めちゃめちゃいいよね。その年の上限がな、上やもんな、幅がでかいよね。うん、すごいおすすめ。みんな、まあ見てる人はみんなやってるやろうけど、うん、野球とかサッカーはちょっと無理やもんな、体力的にね。うん、できんことないやろうけどな。80のおじいちゃんサッカーしてるってあんま聞いたことないもんね。確かにないな。ゴルフはあるもんな。あるよ。 AG シュートとかしたいね。 AG シュート、うん、年より少ない出す。ああなるほどね。80歳の人が79でも。なるほどな。まあ、確かにそれすごいかもな。そう、それ AG シュートって言います。この前ニュースでなんかやってたで、10回ぐらいエイジシュートしてる90歳の。すげえ。おじいちゃんみたいな。ずっと80代ってことじゃない？すごいなそれ。それぐらいになってもできるんですよ。うん、おもろいよねゴルフって。ゴルフね、うまない？二人とも。うん、ありがとうね弟からか。いや俺からか。いやレベル高いよ。でもなあ、俺隣からやけど。もうまあプレイ進行のためとハンデのため、ぜひとも入れてほしいねこれ。これなあ、これ入れたらでかいよな。だいぶでかいよ。入れても外してくれやろな感じやねんなオッケー。何メーター？7 4 4。これ 4 ぐらいと思うで。5ですね。5か。5メーター。俺と一緒のボールやん。左フック、左フック、うん、入れます。うおー、しない。フックせえへんのか。オッケー。フックせんかったな。なあ。ええの見たわ。2メーター半。2メーター半。下り。下りね。で、多分、弟のを見たらフックせんかったから、右縁で行こうか。やん。うわぁ、くそ。ちょっとビビった。ビビった？うん。減った。もう、やだ。まだパーやね。パー。最終ホールです。2打差で勝負最終ホール。ちょっとえぐいな。厳しいね。厳しいな。いや、でも次は結構ドラマあると思うよ。そう。結構難しいし。吉と出るか、凶と出るかみたいな。なあ。じゃあ次のティーショットに行きましょうか。よいしょ。次のホール。はい。6番ホール。396かな ?396。うん。ここ見てください。嫌ですね。嫌やなこれ。もうこんなん絶対刻みな。余裕で見える。まあ左側にしっかり刻もうと思います。うん、これ何ヤードで、あの谷みたいなの入るの？270ぐらい打たなあかんと思う。あ、だから240ぐらいまでは全然いいんで、まあ、ユーティリティで、ユーティリティ、ね、ユーティリティでちょっと行こうかな。何番ユーティリティ？4番ユーティリティ。ごめん、3番ユーティリティ。3番か。うわ、いいショット。まあ思ったより飛んでないけど、まあまあ上出来、上出来かな。弟ちゃんはクリーク出た。俺の相棒 SR クリーク。うん、出た。ヘッドスピード45以上あるのに SR 使ってます弟くんは。うまいわ。うわー、ナイス。ナイス。ありがとうございます。いや、なんか俺に持ってない球の強さというかさ。ある？ある。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。今回もやってまいりました。大輔ゴルフのコメントコーナー。これ、面白いんかな、やっぱりみんな。いや、やっぱいいと思うで。楽しみにしてくれてるみんな。うん。じゃあやります。でも、一番視聴率はない。なあ！みんな見て。みんなやっぱショットのところを見るな。まあぜひコメントをね、もしかしたら読まれるかもしれないんで。そうやな。全然ください。お願いします。で、面白ければ面白いほど見ます。見ます。はい、お待ちしております。たまにほんまにあるもんな、面白いな。うん、 OK、はい、じゃあやっていこうか。はい。強かった頃のヤムチャ。面白いねこれ見た目がってことでね。あ、多分ね、画像出しとくわ。
出しといて、うん、すごいおもろいよねこれ。面白い、まあ、ドラゴンボール知ってたらな。まあみんな知ってるやろでも、うん、この見てくれてる世代は。まあ男の子なら、うん、まあでも言わんとしてることはすごいわかる。わかるな、うん、あの時のヤムちゃな。オレンジの服着ようか。オレンジ道着。うん、あの頃オレンジやんな。いやあの頃オレンジじゃない、最初の登場の時はオレンジじゃないで。緑、緑っぽい、なんか変な色やな。変な色の探しときますあ、コスプレするってこと？いやそのガッツリ寄せへんで、ヴィンテージしながらヤムチャより、ちょっとヤムチャに行こうかなみたいな。ヤムチャになるんや多分ね。ちょっとコメントが多かったら、ヤムチャコメント多かったら、うん、ヤムチャヤムチャってやるとやるわ。楽しみにしとこう。みんなやめてなあら君の方が飛んでないね。そう、はい、音とセカンド、はい、これ難しいね。抜けていいで、ぐちゃぐちゃやから。あ、そうな、どこ、こっち、こっち抜けて、そこやったらぐちゃぐちゃちゃうやろ。うん、これだ184ね。184、俺がゴルフやってる時ここやったからな。せやな。うん、何番？6番で、これ右外したらめっちゃむずいから、うん、もう乗せたらいいみたいな。乗せたらいい、うん、オッケー。右に外すなよ。一番得意多分。うまいわ。あと距離。うーわー、どういった、むずいとこいった。落ちた、明日落ちた、最悪やあざす181、181、6番で、まあつま先下がりなんで、うん、ちょっとスライスしたらいいかなみたいな、うん、感じでいきたいと思います。はい、でこれも力まないで、ゴー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 。同じとこ行った同じとこ？あかん言うてんのに。この辺が下手よねやっぱりね。じゃあアプローチ勝負？せやね。こういうのがあんま良くないよねやっぱり。ああ、なるほど、ね、行ったあかん方向に行くっていうね。うん、右行ってたもんな。そうそうそう、だからボギーとかね、パーで上がる確率がすごい少なくなるから、うん、まあみんなもそのね、自分の100切るか切らんかって人はボギー頑張って取ろうとか、うん、だから80代の人はね、ボギーペースで行って1個パー取りは89やから、うん、そういう感じでゴルフできたらいいかもね。それがベストやな。せやね、激ムズアプローチ今から、うん、ここはムズいんって、左も OB やからムズいんよな。あ、左 OB なんや。せやね、浅いねん結構。あ、だからちょっとやっぱ右に、あの左に触れないよねやっぱりね。なるほどね。そうで、ビビって右にポーンって出して俺みたいになるんよ。そういうことか。あかんわ、難しい、やっぱセンチュリー右、難しいな。うん、気持ち悪いとこいっぱいある。うん、でもまあそれがおもろいよね。いいコースやな。いいコースほんまに、めっちゃ綺麗し、うん、めっちゃ綺麗。まあまだなんか管理しやすいんかな、うん、夏とかなったらちょっとね、やばそうやな。うんうん、難しいやん管理が。うん、でもここは確か夏でも綺麗かった記憶がある。はい、サード、はい、行ってください。右外したらえぐいね。これが嫌やね。でペッタペタやろここ、うん、きついね。どうしようかなって感じ。幸いでもピンはそんなに近くないから、うん、まだ助かったかなぐらい。でもこんなん乗せたらいいかな。なるほどね。うん、開いて左置いて打とうかな。うわ、これむずいわ、めっちゃ。上げに行った？なるよね。あっちゃー。はい。はい。弟。むずいね、これも。むずいなぁ。どうしようかなぁ。まあ、乗ればいいねんな。せやね。もう上げるしかないと思うよ。うまい。いや、いいんじゃない？よし。いいんじゃない？勝てる。ミスしたアプローチ。ミスしたアプローチ。まあ、これはそんな難しくないかな。あんまりこれ傾斜なりにこうやって立たんと、うん、転がしたいからちょっと逆らって。なるほどね。うん。低いのをイメージして、こう出さんでいいから、ポンって止める感じでいい。うん。で、ちょっとこう、チップイン狙おうかな。チップイン狙う？うん。58度で。コーナーなんといてな。まあ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 、しゃあないなこのボギーは。
めちゃめちゃ酔ってる。まあ、しゃあないか。ボギー。ボギー。はい、弟くん。はい。パーパットです。あれ、これパーパットか。そうだよ。まあ、これが7メーターぐらいかな。これ7メーターぐらい？うん。もう違い分からへんわ。上りスライス。上りスライスね。かな？決めます。うん。ちびってんちゃん。ああ。おちびり。おちびりか。はい、ボギー。ボギー。むずいよね、やっぱここね。むずい。めちゃめちゃむずかった。乗ったらだいぶ楽やってんけどな。せやな。ここやっぱセカンドが難しい。うん。え、負けよ、俺。はい、負け。2打差？俺がイーブンか。ゼロ。俺が前ゼロ。2オーバーか。数が2オーバー。弟が2オーバーね。いや、でもまあ、思ってたよりうまいかも。ほんまに？うん。なんかもっとなんか、ウィエーとか言うんかなと思ったけど。案外、ゴルフできてたね。なあ。意外とね、うん、まあちょっと僕もああいうミスするよというのを皆さんにちょっと分かっていただいたらリアルよね。幸いでございます。うん、はい。というわけで兄弟対決、はい、終わりました。終わり。僕がゼロゼロイーブンで、弟がツオーバー。ツオーバーね。まあなかなかでもいい勝負じゃなかった。うんうん。まあ今後ね、そういうことをいっぱいやっていこうかなと思うんで、皆様ぜひ見てください。お願いします。お願いします。はい。僕は尼崎でレッスンしてます。もしよかったらインスタの DM でレッスン受けたいよっていう DM ください。対応しますんでお願いします。お願いします。はい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。いっぱい見てね。それではよっしゃ。